みんな元気かい。メイクをしよう。ただいま。暗。めっちゃ暗すぎて。お姉ちゃんの顔だけです。ちょっと待って、普通に。ただいま、メイク落とそう。マジでメイク落とそう。ちょっと一回蜂蜜舐めよう。マジで。喉やばい。いつもさ、これ買ってないんだよね。あ、いつもね、私リハーサル終わり、リハーサルじゃない、今日ライブ終わりとかいつもこんな感じです。みんなが思い描いてた会社と違うんじゃない、ごめんね。いたの蜂蜜をいつも舐めてる。これでもう明日も喉は大丈夫だな。はい、ということで元気ですか皆さん。おいしい、健康的だって。グミサプリも食べて。ということで本日で2日目終了。MC の歌も聞きたかったです。で、今日のスケジュールね、今日のスケジュールは朝から、今日朝そんな早くないから言うても、言うても早くないけど、エンジョイスタジアムから始まって、ちょっとトラブルがあってね、曲が止まっちゃったりとかハプニングがあったんだけど無事に終えました。で、アイドル総選挙ちょっと残念ながら上位には食い込めなかったんですけど、でもすごい楽しかった。まあ、残念だったけど、僕がニキっていう名前を一人でも多くの方に知っていただけたらいいよね。あとはその後すぐスマイルガーデンに行ってね、大きいステージでやることができてよかったなと思ったし、でその後もうすぐ秒でカラオケ MC だったのかな、終わってもうすぐカラオケ MC 行って、ねえカラオケ MC ちょっと緊張しちゃってさ、パタパタってなっちゃったのがちょっと悔しかったんだけど、またね来年呼んでもらえるように頑張ります。そしてでその後ちょっとご飯食べてね、すぐご飯食べてすぐ行きましたよ、スナックメコね。大丈夫、静かに、ありがとうございます。ケンスケ君ありがとう、あやくん、おとありがとうございます。カラオケレベル高かったね。いや本当にカラオケレベル高かった、本当にマジで高かった。メイクとしていい、みんな今日朝からさ目が実は充血してて本当にやばかったの、絶対やばいみたいな感じだったんだけど、なんとか。
瞬出るのかと思ったぐらい。でも本当にそうだよね。びっくりした。あとはスナック梅子楽しかった。今大丈夫、なんか腫れはちょっと引いて大丈夫。コンタクトね結局入れられなくって、カラオケ MC もね入れないやったんですよ今日。だから、うん、コンタクトしなかった。エブリシング歌った子、あの子でしょ、あの前言ってた子だよね、あの、とりあえずじゃなくてなんだっけ、前って言ってた、うん、めっちゃギャップがすごいとこね。そうです、1位はベンジスのイラカちゃんでした。記憶がやばい、私もやばい。めっちゃ元気だよ私。明日3日目ってこっち終わっちゃうね本当に。3日間本当にパツパツありがたいよ。まあ明日も結構忙しめ、忙した、今日が一番忙しかったからね、もしかしたら。うん、そうそう、どうした、メイクが目に入りそうだって。大丈夫だ。でもちょっと明日も右目はちょっと調子悪いかもしれないか、ごめんねみんな、それはちょっと否めないな、しょうがない、右目の調子が悪すぎて痛いもん、ちょっとなんだろうね、ちょっと目いっぱい検査したのかな、いろいろ。明日大喜利なんでね、皆さん大喜利の方よろしくお願いいたします。明日重くはなんですよ、めっちゃ不安。頑張ります。オッケー。目はね優しく、今日はお肌洗いましょう。皮頑張ってるって本当だよね。おとぅありがとう。まぶたのほくろ今日もあるよ、うん、楽しかった。皆さん的にはティーフは楽しんでいただけてたかな。これあれです、あのこれは湯飲みです、湯飲み。おじいちゃんがくれた、マジ世界に一つだけしかないこの形、湯飲み。皆さん湯飲み私買わなきゃ。明日絶対うちが湯飲み買ってるかどうか忘れたら教えて。心折れないようにね。全然大丈夫、楽しみ。スマガとホット、確かにスマイルカーテンとホットステージ。昼食以外食事とると、あ、大丈夫です、全然ご飯食べれましたよ。うん、いや去年がやばかった、去年マジでご飯食べれなかったから、今年はご飯食べれてよかった今年の方がまだ余裕はあるのかもしれないね。永遠に走り回ってて死にそうだって。確かに今買えばいいの。今スマホ終わったらもうすぐ買います。終わったらすぐ買うけど、なんか忘れちゃいそうだからさ、言ってねみんな。10分レベルその余裕。ね、でも言うてもあれだよ、スナック梅子なんか特典会とかがね結構ね、私
特典会はなんかそのあのアイドルカラオケバトル行ってそのまま特典会に行ってその後特典会終わってご飯食べに行ったんだけど、その特典会終わってご飯食べに行くタイミングっていうのがみんなもう私と一緒だったから15分ぐらいで食べてもうステージ袖に行ったみたいな感じではあったかな。うん、そこでちょっとご飯食べて、そうでもお昼はねあのエンジョイステージ終わってからすぐご飯食べに行ったから食べれた。家事はご飯あ家事迷子心配だった。そうでもね社長も忙しいのにあのカラオケバトルの MC や社長が来てくださってて、その後そのまま動線あの特典会までのこう動線っていうの途中までこう社長がはいでついてきてくれてて、はいって言われていらっしゃいって言われて、えっここから私一人なんだと思ってそうあの特典会とこついたついたでよかったんだけど、マジで全部テントだからさってどこにアバが逃げるんだろうと思って永遠に歩いてたよねマジで永遠に歩いてた本当にどこ行ったらいいか分からなくて走らせた。でもツイートしてちょっとでアミちゃんの衣装が見えて、あ、行ったと思って、社長友達できたのって聞いておきますできたのかな社長に友達できたかどうかちょっと気になって、私も、うん、どんなにどんなやらかしやねんってなった。いやマジでほんとめっちゃ迷子で全然知らない人のテント入っちゃって、あ違うわってなって、そうでさ、しかもテントさ閉まってんのよ。そう閉まってんの、だから一回開けなきゃいけないの全部、だから全部閉まってるからさマジでさなんかさしかもさ分かんないからさ、こいつちょっと覗きみたいなことずっとしてさ見つけたよね。でもなんか同じとこだったとか聞いてたから、あれさあの特典会やってるテントあるじゃん、あのとこじゃなくて待機場所のテントがあるのよ。だからそのテントがマジで分かんなくて本当にやばかったです、うん、そうテントガチャだった、マジで気持ち悪かったと思う、うん、そういやでも面白かったですよ。それであの特典会が結構私たちのスケジュールの都合でパツパツになってしまって、あのチケットの方がねあの使えなかったよって方がいたみたいで本当に申し訳ありませんでした、ごめんね。私たちもあの全力はそう尽くしたかったんですが、前半と後半に今回分けていたりとかして、ちょっとそこの私たちのね特典会のあの告知のミスもあったなとか思ってるんですけど本当申し訳ない。そうだからね、もしねせっかくね参加しようとしてくださった方でね参加できなかったよって方もしかしたらってか結構はいなかったけど何人かいらっしゃったみたいで申し訳ありませんっていうのをちょっと私からで申し訳ないんですけど、そう、ね、前半と後半で分かれてるっていうのがそうもうちょっと私たちがちゃんとツイートするべきだったなって思ってます、ごめん ね明日、うん、そうちゃんとありがとうございます、私の列並んでました、あーありがとうございます、うん、打ち合わせとかもさ途中 であの途中でかこう特典会である程度あのある程度ってかこうで締め切っちゃってからもう次の場所向かわなきゃいけなかったりとかもしてたのでねえごめんね、本当に私がね謝ったところで何もどうにもならないところがすごい心苦しいんですけど、もしねそういう方いらっしゃったら本当に申し訳ないなっていう、またね私たち頑張るのでこう100倍お返しできるくらい頑張ります。スタッフさんも最善は尽くしてくれていたのですけど、多分私たちのツイートですね、もっと頑張りますね。こんばんは、こんばんは、やさきさん、こんばんは。スワイルカーで見に来ていた、そうわざわざ来てくださってる方いらっしゃいましたよね、ありがとうございました、本当にそう、ね、頑張ってくれてありがとう。えまだ11時だ、
何テント目でアプガニキのテントにたどり着いて5個ぐらいあったかな、5個ぐらい開けたよね違った違ったって言って、でも明日も特典会待ってるので待ってます。マジで5個ぐらい開けちゃって申し訳ないあ、結構開けたんだよ。そうなんだよ、マジで難しかった。あとは明日が5時起きなんで起きるかな、頑張ります。ちょっと助けて、私が起きてなかったら。明日ラジオ体操出るんで、ちなみに明日のスケジュール言うと、ラジオ体操出てそのまますぐドールファクトリーのトップバッターです。そしたらですね、ちょっと私開くんですよね。だからその間にあのほーちゃんのジャンボリーがあったりとか、スマイルガーデンお越しください。そしたらね、その後私が、インフォセンターで、おもかわ大喜利バトルに出ます。そして特典会があって、で最後に、ドリームステージにて、私たち最後のステージあります。で明日も私はスナックメコを出演させていただくのでね、あのあちらに行く方は、ホットステージに行く方もいると思うんですけど、私のところも空いてますよよろしくお願いしますかな。だから私も明日ちょっと空くんですよ。だからご飯ゆっくり食べれるんだよね。でもその間にちょっとしなきゃいけないこと結構あったりとかするんで、ちょっとグループで裏であの撮影があったり取材があったりとかいろいろあるんですけど、グランドフィナーレはね、私はね出ないんですけど、明日はほーちゃんがちょっと忙しいですよ。みんなジャンボリー見に行こうね。何やるでしょう。大丈夫大丈夫。ということで皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。またね、明日もねやるんで、配信みんな配信短くなっちゃった。明日も多分夜なんですけど、よかったら見に来てくれたら嬉しいです。てかみさんのところはね、多分私は呼ばれてないんですよね。ほーちゃんブレイク、いやマジでほーちゃんすごい。明日歌詞飛ばさないでね、マジでそうちょっとスナック向こうで話題になっちゃったんですけど、私が歌詞を飛ばしたりとかしてしまうんですよ。なんかすっごい反省してるんだけど、ああやってメンバーがこう笑い話に変えてくれるのは優しいなとか思ったりもしたけど、いや本当に明日も絶対に歌も飛ばさないしダンスも間違いません。完璧なカジシマをお届けいたします。ちょっとやっちゃったよ、本当に苦しい。でもみんなが私が歌うパートで入ってやってくれるんでしょって私が歌うパートで入って感じでやってやってくれるんだなって思ってます待ってます。私の歌ありもし知ってる方いや全然違う、ド S でしたね。私の歌あり、明日はチェトリはドールファクトリーはドールファクトリーあれやるよ、楽しみじゃん。そうやっぱ室内なんでね、反響するんで。いや目標は入場制限をかけることです。皆さんぜひお越しください。でもさ、そうかスマイルガーデン来てる方、来てくださる方がさ、あれじゃない？あのドールファクトリー来た時に入場制限かかったらやばいか。いやでもみんな頑張ってきてくださいどっちを取るかだよね。でもね、お待ちしております。ありがとう、どうぞチャンスって。じゃあ皆さん最後にあのポーズしましょうか。お手を拝借せーの、以上です。またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうね。